紅白戦が予定されていた第3クール初日、悪天候のため全ての練習が室内に変更されました。外で練習ができない中、投手陣は細かいプレーの確認に時間を費やします。川田ヘッドコーチも参加し、ランナーを塁間に挟んだ時の動き方を徹底。今日紅白戦に登板予定だった遠藤投手も守備の重要性を再認識していました。ピッチャーは投げるだけじゃないので、しっかり一つ一つ、真剣にやることが大切なんじゃないかなというふうに思いましたね、はい。その遠藤投手は初めての対外試合となる日曜日のタイガース戦に登板予定。細部にこだわり、開幕ローテーション入りへの大事な第一歩を踏み出します。まだ置かれている立場は僕は下の方なので、やっぱり全力でその先発ローテの座を自分の手で勝ち取れるようにしっかりアピールしていければいいかなというふうに思います。ルーキーの栗林投手も調整の段階を上げています。2日前バッティングピッチャーを務めた時はストレートのみでしたが、今日はブルペンで鋭いフォークを披露。これには見守った長川コーチも。徐々に持ち味を出し始めたドラフト1位右腕、今後打者と対戦していく中で変化球を交えたピッチングに期待です。